まずは資源を自ら収集。さまざまな装置を作り、資源を加工。ゆくゆくは巨大な生産ラインが作れるようになります。時折現れる原生生物から設備を守り、ロケットを無事完成させてください。たくさんの敵をパンチで倒しまくるザコバトル。そしてジャギオをはじめケンシロウの宿敵と戦うボスバトルを収録。さらにはあのライバルたちが参戦。終わった。北斗百裂拳。豊かな実りとともに生活を送っている最中、季節の変わり目に訪れる命を枯らす四季。厄災からこの星を救う術を求め各地を巡っていく。脅威に立ち向かいながらこの世界の成り立ちと真相に迫る。2人はある日突然人形になってしまう。人間の体を取り戻すため数々の試練に立ち向かう。先に進むために連携が欠かせない本作はなんと2人プレイ専用。1人では進めない道でも2人でならば、ステージごとに待ち受けるさまざまな仕掛けに協力して挑む。1台のスイッチでプレイすることはもちろん、2台のスイッチでローカル通信や離れた友達とオンラインプレイも可能。マインクラフトシリーズにアクションストラテジーマインクラフトレジェンズが新たに登場。豊かな自然に囲まれたこの地に異次元から敵が攻め込んできた。世界の循環を君で途切れさせてはならない。私の野望はこのフォドラの不条理を破壊し尽くす。これは血塗られた過去との決別であり、我が国が決して避けては通れない道だ。俺には野望があるんだ。それを叶えるために戦ってる。フロントミッションがフルリメイクされて任天堂スイッチによみがえる。歩行兵器バンツァーを操り自軍を勝利へと導いていくターン制シミュレーション RPG。 敵軍とのバトルではパーツを狙って破壊することで戦闘を有利に進めることができる。太鼓の達人最新作が任天堂スイッチに登場。今作の舞台は太鼓の聖地おみこシティ。新キャラクターのクモキュンと一緒に目指すは太鼓マスター。収録曲はメガロバニアやフィールスペシャル、グレンゲ、夜にかけるなど盛りだくさん。マリオストライカーズバトルリーグ。
てしない銀河に浮かぶ数多の惑星。自動生成されるその一つ一つの惑星には独自の環境が存在し、それぞれに生命が息吹く。まだ見ぬ土地を切り開き、誰も見たことのない生き物たちと出会う。この宇宙サバイバルを生き抜くための道具や住む場所は自らが制作。広大な宇宙では様々な種族が交流を深め、貿易や惑星開拓が行われる。時には派閥をめぐる争いが起きたり、海賊に狙われることもしばしば。ガンダムシリーズの新作がアクション RPG として登場。ホワイトベースを襲うグフが突如ガンダムバルバトスに入れ替わる。ダブルオーの世界にフリーダムが舞い降りる。次々と歴代ガンダムの世界に異常が発生。原因となったガンダム世界に介入し、正しい歴史へ修復を目指す。謎の研究施設の被験者として閉じ込められた主人公。活路を開くのはポータルガン。壁や床に向かってガンを撃つと、ポータルと呼ばれる穴が開く。2つのポータルはつながっており、一方に入るともう一方から出られる。これを利用してゴールへと向かう。ポータルを使いこなし脱出を目指せ。新たなエリアで始まる新たな挑戦。一癖も二癖もあるさまざまなボスが待ち受ける。さらに新キャラクターミス・チャーレスが登場。二段ジャンプやローリングで回避もできるので、新たな攻略法が見つかるかも。クロノクロスのリマスターが任天堂スイッチに登場。主人公セルジュはある日別の世界へと迷い込む。彼が住む世界とウリ二つの世界ではすでにセルジュは亡くなっていた。一体何が起きているのか。そしてもう一つの世界とは。二つの世界を行き来し謎を解き明かしていく。出会える仲間は総勢40名以上。プレイヤーの進め方によって共に旅をしてくれる仲間も変化。本作は3つのパートで進行。映像とともに事件を体験する問題編。ミイラだ。手がかりを組み合わせ仮説を作る推理編。ミイラに変装できた。そして真相に迫る解決編。全ての謎を解けるかは仮説の組み立て方次第。スピードならミッキー、パワーのサリー、ディフェンスはムーランなど、キャラクターごとに異なるレーシングタイプが楽しめます。特殊スキルを使いこなせば一発逆転のチャンスも。日々訓練に励み、武功を立て大名への出世を目指す。そして数多の戦の先に待つは天下統一。さらに武士だけでなく商人や鍛冶や茶人などそれぞれの天下一を目指すことも可能。あなたならこの動乱の時代をどう生き抜きますか。スーパーファミコンで発売された RPG ライブアライブが HD2D で生まれ変わる。主人公も時代も異なるさまざまな物語は好きな順番でプレイ可能。任天堂スイッチスポーツに収録する種目をご紹介します。
まずは Wii スポーツシリーズでもおなじみの3つ。タイミングよくジョイコンを振ることでラリーを楽しめるテニス。スイングによってストレートやカーブを投げられるボーリング。攻撃とガードを使い分けながら KO を狙うチャンバラ。そして新たな3つの種目が登場。大きなボールでダイナミックにプレイするサッカー、シュート、ダイビングヘッドなど、ジョイコンで試合を楽しめます。パッケージ版に付属するレッグバンドを使うと、専用のモードシュート対決を蹴るアクションで直感的に遊ぶことができます。続いてバドミントン。左右への打ち分けはもちろん、タイミングを合わせればキレのあるスマッシュを放つことも。最後にバレーボール。サーブ、レシーブ、トス、スパイクとバレーボールをジョイコンで楽しめます。トライアングルストラテジー。三国の戦乱に巻き込まれていく主人公セレノアたち、彼らの運命はあなたの選択と信念次第。理想の道を決して諦めない意志、それこそがウォルホート家当主が胸に刻むべき信念。そしてこのダイレクト終了後、3章までプレイでき、セーブデータが引き継げる新たな体験版を任天堂 e ショップで配信開始。そして風のクロノア2も合わせて収録。ちょっぴり成長したクロノアが新たな世界を大冒険。人類が宇宙を放棄して8ヶ月、滅びかけた世界の片隅で少年たちのひと夏の戦いが始まる。海辺の田舎町で暮らし始める主人公ニニ。わからないことがあった。そこで出会う住人たち。つまらない人間だよ。一見何気ない日常を過ごす彼らは、おぞましき厄災ケガイと人類の存亡をかけて戦っていた。本作最大の特徴がカレルシステム。登場人物それぞれが自らの意思や欲求を持ち、感情や人間関係は常に変化する。彼らはその場の雰囲気や相手との関係性に合わせて行動していく。ここはエレオス大陸。4つの王国と1つの聖地からなる世界。小さな集落忘れ谷、あなたは父親が残した牧場を受け継ぎます。最初は限られた畑と一頭の牛から始まりますが、次第に牧場は充実していきます。忘れ谷の住人たちとの交流、やがてパートナーと出会い家庭を築いていきます。幼い頃、神隠しにあった水月ルカは、亡くした記憶を求め、廃墟となった病院を訪れる。霊を撃退できるカメラ、遮影機を手に、封印された過去を取り戻していく主人公たち。その中で明らかになる、古の儀式とは。ゼロ、月はみの仮面は、コスチュームやフォトモードを追加して2023年初頭発売。父の仇を取るため悪党たちに立ち向かうカンフーアクション、シフ、突き飛ばし、足払い、受け流し、一瞬の間合いで敵のバランスを崩し
一気に畳みかける。破れるたびに年を取り体は老いてしまうが、新たな技を取得してリベンジ。70歳を過ぎればリミットは近い。命果てるまでに復讐を遂げることはできるのか。唯一の手がかりとなる説明書ですら、冒険を進めないと一部しか読むことができない。全てが手探りの中、さまざまな仕掛けやバトルに挑む。徐々に解き明かされていく島の謎、そしてその先に待ち受けるものとは。チュニックはこのダイレクト終了後予約受付を開始。選べる8人の主人公、誰を選びどう行動するかはあなた次第。インターフェースの再構築や倍速機能で快適なゲームプレイが可能。高難度のボスが十数体追加されるなど、さまざまな新要素を収録。そして本作の配信日が12月1日に決定。さまざまな惑星を舞台にはちゃめちゃな冒険を繰り広げるマリオプラスラビッツギャラクシーバトル。今回は探索パートをご紹介。自由に動き回れるフィールドには仕掛けがいっぱい。コインを見つけたり、隠された道を発見したり、時には住民のお悩みも解決。住人たちとの交流や作物の栽培、モンスターのお世話など、この世界の日常が楽しめる。そして主人公はモンスターに変身可能。バトルはもちろん、住人とのコミュニケーションが変化したり、この姿でしか行けない場所も。さらに本作では新婚生活をより楽しめるモードも新たに追加。ルーンファクトリー3スペシャルは2023年春発売。謎の島々の調査をきっかけにライザの最後の冒険が始まる。舞台は広大なフィールド、大自然の中をシームレスに冒険できます。空中や海の上の移動も思いのまま。調査を共にするのは個性豊かな11人。バトルでは仲間との連携で異なるスキルが発動。さらにピンチの時は交代させるなど、とっさの判断が重要になります。そして物語の鍵を握る新たな要素も。ライザのアトリエ3、終わりの錬金術師と秘密の鍵は2023年2月22日発売。結合男子、あなたはナコートとして元素の力を持つ試験管を結びつける。彼らを組み合わせ、さまざまな化学反応を起こし、適正力デッドマターに挑む。本作には4人の試験管を収録。追加で配信されていくキャラクターを購入すると、組み合わせが広がり、さらなる物語が展開される。各地に突如現れたホムンクルスと呼ばれる人造生態兵器の侵略から世界を守るために戦います。いいわ、私が止めてあげる。自分のための戦いから人のために戦い、そして世界のために戦う。これまでの戦いの中で深い因縁を解いて協力者となったジャーナリスト、ルカ、もう一人の魔女、ジャンヌ、そして新たな協力者、ビオーラ。さまざまな思いを持って共に行動する仲間たちとの出会い、脅威に立ち向かいながら、この世界の成り立ちと真相に迫る。そしてこのダイレクト終了後より、セーブデータの引き継ぎが可能な体験版を
配信開始。最初の15日間をプレイいただけます。テイルズ・オブ・シンフォニアのリマスターが登場。闇の種族ディザイアンに支配された世界、立ち向かう唯一の方法は巫女を救いの塔へ連れて行くこと。そうだといいんだけど。主人公ロイドは巫女である幼馴染のコレットと共に世界再生を目指す。その先で流浪の旅をしている公爵ゼノスや、とある計画の被験体となり感情を失った少女プレセアといった仲間と出会い、旅を共にする。バルタン星人がウルトラ怪獣をあなたの手で育成、ウルトラ怪獣モンスターファーム。ウルトラ怪獣との出会いは楽曲検索から、タイトル名もしくはアーティスト名から検索が可能。お好みの楽曲を選べば様々なウルトラ怪獣が誕生する。さらに今作では交通系 IC カードなどからも誕生。パートナーを決めたら次は育成。ライバル怪獣との修行や未開の地への探索、さらには作物の水やりなど、トレーニングの方法は様々。限られた育成期間の中で能力をいかに引き出すかがポイント。育成後は怪獣同士が戦う大会にエントリーし優勝を目指せ。空想の世界で彼はヒーロー、キャプテンベルベットメテオとなり、大好きなジャンププラスコミックスのキャラクターと共にモンスターに立ち向かう。バトルはターン制。マップを埋め尽くす敵に対抗するため重要なのがコンボ攻撃。2人の位置関係で変化するコンボで敵を一掃せよ。主人公は英雄を夢見るソルジャー、ザックス。ソルジャーのセフィロスや一般兵のクラウドと共に兵士の失踪事件に巻き込まれていく。夢と誇りを胸に戦い続けるザックスに待ち受ける運命とは。そして本作の発売日が12月13日に決定。世界一を目指す冒険が始まる。行け、竜の大地には様々な地域があり、多種多様なモンスターが生息しています。この自然豊かな大地で仲間のモンスターと共にお宝探しが始まります。まずはお宝コンパスで大まかな位置を把握。どこかな、まだ遠そうだ。お宝に近づくとモンスターたちが察知するので、再度お宝コンパスを発動すると、どこかな、あれだな。モンスターたちがビジョンでありかを教えてくれます。さらにスライムなら大ジャンプ、ドラキーなら空を飛んだりと、
モンスターたちの力で探索も便利に。さらわれた家族を救うためパックマンがゴーストアイランドを大冒険。本作のパックマンはドットを食べるだけでなく敵にぶつけたりダッシュやヒップアタック巨大化も。さらにカーチェイスや宇宙でのシューティングなどパックマンワールドならではのアクションでステージを駆け巡る。ペルソナ4ザ・ゴールデンとペルソナ3ポータブルも続々登場けば、はじめましての子もお久しぶりって子もよーっちゃけば、任天堂スイッチでもペルソナシリーズをよろしくな。ある日ポップスターに宇宙船が不時着。乗っていたマホロアを助けるためカービィたちは冒険に出発。ソードやウィップなどおなじみのコピー能力に加え新たにアーマーが登場。遠距離のキャノンや近距離のパンチ、他にも強力な技がたくさん。そして最大4人のお裾分けプレイに対応。調査に乗り出すのは世界各地から集う超探偵たち。記憶喪失の探偵ユーマ、そしてある契約に基づきユーマに取り付く死神ちゃん。探偵事務所の見習いとしてユーマは未解決事件の調査に当たる。現場をくまなく調べ手がかりを集めていくと、死神ちゃんが真実へとつながる空間謎迷宮を作り出す。さまざまなギミックに具現化した謎を突破しつつ真相に迫る。そんな事件の解決を目指す2人を謎怪人が阻む。相手の主張をかわしつつ矛盾を叩き切れ。